3分で切る丸ごと必勝チャンネル。さて、先週は札幌記念が行われ、5番人気のディサイファが接戦を制し、重賞3勝目を遂げました。番組で強み弱みを挙げていただいた東方ジャッカルラクシスの G1 馬2頭は8着5着に敗れましたが、2頭のレースいかがご覧になりましたか？まずディサイファーを褒めてあげないといけない、うん、ありがとうございます。1000メートル使う58秒9という、まあ、息の入らないというかね、ミドルラップをね、2番手追走、もう最初から、うん、行く気でいましたと言いましたけどね、うん、上がりラップも綺麗に12秒0、12秒1、12秒1ですから、うん、でこれはやっぱ勝ったディサイファー、うん、今までのちょっと勝ちきれないという、はい、G1 ではっていう去年とは違うかもしれないね。成長してきてますか？うん、奥手なんだろうね、うん、陣営がほらあのまだ若いとか言ってるけどもう若くないと思うんだけど、でも、はい、遅咲きというか6歳ですよね、うん、そしてなんだかあれですよね、ディサイファの母父がドバイミレニアムの血を継ぐということなんですが、コラムにも書かれてましたよね。今ドバブイというね、同じドバイミレニアム産駒の脂肪がまあごく少ないのよ。だけど今多分ヨーロッパのチャンピオンサイヤーになりつつあるぐらいなんでね。あのドバイミレニアムって本当生きてたら伝説になるようなそんな感じ の、うんうん、あのすごいものだったんですけど、わずか本当に、1世代でしたっけですね、ドバイだけ、はい、残して、でもそのドバイがねまた世界でまた君臨しようとしてるので、うん、すごいことですよね、ドバイミレニアムの血が、うん、生きている。うん、それでディサイファー陣営は強いなと。まあ2着のね、はい、フットザターゲット、考えてみたら G2、前走の目黒記念と京都大賞典2勝してるんですよ。ということは考え方によってはランクもうベスト3に入ったとかしないんだけど、でもあの馬って本当に、いや、印がついてる時は来ないんだ。いや、そういう馬っているの。それもね、あのちゃんと真面目に勝ちに行こうとする練習をすると、はい、あの足がたまらなかったりというか、うまくいかないタイプではあるんですけど、でダービーフィールでさ、はい、だからその G1 馬2頭はもちろん敗因があると思う。東ジャッカルの方はやっぱり仕上げ難しいんだろうね。あとラキシスは怪我したら怒られちゃうけど、あいつ時計不足だね、明らかにね。綺麗になりすぎてしまって、なんかラキシス、うん、なんかディサイファーと同じように乗ったんだろうね。とりあえずディサイファー、はい、力はつけて、はい、ヒットターゲットも G2 に勝負ですよっていうのは分かったんですけど、うん、秋はまた、そしてですね、ちょっとね、誰も触れてくれなかったので自分から言っちゃうんですが、私4週連続的中をさせてまして、ありがとうございます。多分あの最後にこのコーナーは独立するらしいですよ、ね、いやいや、まだまだ言わせてください。なんとですね、こうユーザーの方、馬兄弟さん、ハンビシャスさん、そして内田402さんがわざわざ私宛にメッセージをくださったようで嬉しいです。ありがとうございます。いっぱい馬券買ってね。いっぱい馬券買ってねってさて、今週は新潟で新潟2歳ステークス、札幌でキーンランドカップが行われます。新潟2歳ステークスについては未来のクラシック放送を探せでお二人にたっぷりお話ししていただいてますので、こちらの番組ではキーンランドカップを取り上げたいと思います。柏木さん、丹下さん、キーンランドカップメンバーいかがでしょうか？北海道の洋芝というで行われている意味でね、特殊性というか、あの函館、札幌、このやっぱ洋芝適性が一番に問われるレースだと思います。で、今年の札幌は比較的いつもの年より時計が早いような気がするけれど、ここからスプリンターズステークスで通用する馬が出ますかというのは見どころだと思います。はい、今週も第2部でキーンランドカップの出走各馬、それぞれのお二人の評価を詳しくお届けします。それでは今週もよろしくお願いします。今回もたくさんのユーザーさんからご質問ご感想をいただいております。皆さん本当にありがとうございます。さて、先週は札幌記念が行われ、秋のビッグレースももうすぐそこ、お二人に秋競馬の期待馬を教えてほしいという質問が多数寄せられています。そこで今回はお二人にこの秋の注目馬についてじっくりと語っていただきたいと思います。ではまず
3歳戦線のボバ・ヒンバ、何か注目馬いますか？ドゥラメンテがね、秋出走してこないということでね、ダービー2着上位のサトノラーゼン、サトノクラウン、この辺りは中心になると思うんですけど、とりあえずはサトノラーゼンはセントライト記念から菊花賞、サトノクラウンは天皇賞ぶっつけということで、これは菊花賞に行くか、またその違う路線に行くか、これは天皇賞を使ってからという感じだと思いますね。毎日王冠を使って路線をというものが行くみたいだね、今年はね、だから三歳のボバでは菊花賞路線少ないかもしれないね、有力馬はね。本当ですか？いや、どうするじゃなくて有力馬が少ない、有力馬が、せめて僕はね、東京の最後まで勝ったマッサビエルというハービンジャーの、あれで4戦3勝なんだけど、注文つけないで強気に動いてね、よかったんで、で2300と2400メートル勝ってるんで、あれは、はい、人気になるけど、菊花賞路線で注目馬だと思います。僕はスティーグリッツというね、はい、中京2200メートルの厚み特別、これを勝ってきた馬なんですけどね、菊花路線っていうのが多分ね、さっき冒頭で言ったように手薄なんでね、スティーグリッツ、秋の上がり馬的な馬にもチャンスがあるんじゃないかなと思います。今年の菊花賞はそういう路線だね。そうです ね、そうですか。だけど3歳馬ね、マイル路線の方もね、結構、新しい勢力というか、グラルティスカイ、グランシルク、ミゼエリアン、NHK、マイルカップね、上位を逃げ出したものもいますけど、ダノンプラチナ、朝日フィーチャリティステークスのもね、秋から復帰するみたいな。そうなんですね。コバのね、マイル路線っていうのは、モーリスっていうのが、後で言うけど、やっぱ強力だからね。本来の牝馬の方はすごくこう評価が分かれると思う。そうですね。当然春のクラシック組なんですけど、出られなかった湘南アデラは、もちろん評価高いんですけど、この路線実は活力をロスしてないというのが強みになるケースも多いんでね、だから私は湘南アデラの巻き返しだと思います。おー、楽しみですね。まずは打倒ミッキークイーンということでね、湘南アデラ一番手でしょうけど、僕はタッチングスピーチという馬なんですけどね、母リッスン、春シーズンはどうもそのオークス、桜花賞もオークスも取りに権利を取り逃してしまったんですけどね、この前札幌の 2000m、2分前半で走ってね、上がり34秒0、野芝寛さんだと本当33秒もっと速いってことですよね、そんなゲートした馬はちょっといないんで、これが決闘的にも本格化というので注目ですね。ではでは、コバ戦線のボバ・ヒンバ、こちらいかがでしょうか？一番わかりやすいのはね、春宝塚記念を買ったラブリーデン、この馬がですね、秋はまず京都大賞典をステップに、天皇賞、JC とどこまで行くかわからないけど、一番の王道というか、歩んでくるんですよね。多分ラブリーデンという馬、少し波に上下あるんですけど、立ち直りがものすごく早い丈夫な馬というか、頑張り屋さんなんで、春のその宝塚の勢いがそのままだったら、まずはラブリーデイを倒さないと、どのくらいの勝負ができるか一つ目安になると思います。コルトシップがいたりするから、一番怪しい路線じゃないかな。なるほど。そのラブリーデイはおそらくね、あまり崩れないタイプで出てくるけど、じゃあ何中心って言われたら、いないような気がするやっぱり最後はオルフェーブルのように、何かしらこう綺麗にまとめて、どっかで種馬として堂々と、引退できるような、JC でも有馬記念でもいいですけど、優秀の美を飾れるように一つ頑張ったしですけど、ね、そうですね、あと個人的にはね、大穴で、ネオリアリズムというね、馬をね、なかなかこう足元がこう丈夫じゃないんで、続けて使えないんですけど、札幌の勝ち方が尋常じゃない、勝ち方だった。マイル路線は、やっぱり一応モリスか ね、モリス、を巡る争いという、あとはストレートガールなんて牝馬だけど、東京に限らず
だったらね、もしかすればローテーションではマイル路線もう一回使ってくるかもしれないしね。短いとこだとは思いますけど、牝馬戦線はね、はい、まあ大将はデニマンドルビー、やっぱり宝塚2着、はい、まあ、でも牝馬路線もボバとずっと戦うでしょうからね、なかなかね、エリザベス女王杯がコバ牝馬は頂点になるでしょうけど、3歳の勢いっていうのがね、そう、エリザベス女王杯はおそらく今年はもう周回賞の組が主役になりそうな気がする、はい、だってラキシスとかな感じだったでしょ。ああ、そうですね、お二人の質問はこちらよりお願いします。ネット競馬の無料予想大会、ネット競馬チャンピオンシップから人気馬の強みと弱みをお二人に解説していただきます。今週は札幌の G3 金ナンバーカップです。今回はユーザーの皆さんも期待する T ハーフを取り上げたいと思います。目下3連勝中、前走函館スプリントステークスを圧勝した T ハーフのまずは強みからお願いします。一番の強みはね、はい、血統ですね。血統、うん、あのお兄さん、はい、ラッキーナイン、香港で今でも現役でしたっけ、4歳5歳年齢重ねるにつれてどんどん強くなっていった、短距離馬、短距離馬ってなんかみんな速いから、その走軸とかそういうものじゃなくて、年取ってもやっぱり、短距離馬って強くなる。 T ハーフはもう、はい、そのお兄さんのラッキーナインと、うん、まあ、同じような、しかもそれを、まあ、超えていきそうな勢いでまだ、うん、勢いがあるからね。そうで、今の上り増しっていうところがいいところだね、はい、まあ、5歳だしね。あ、さっきのスプリンターステークスで通用する馬がいるかって言ったんですけど、あんまりいないと思うんです。あ、だからっていうかにとっては相手洋芝適正っていうか、うん、まあ、前走函館、ですけどね、ちょっとこう物が違うようなレース内容で、相当にそのパワーの洋芝は合ってるんだなっていうのを、なんかね、前走の上がり34秒0、波じゃない勝ち方でした。うーん、あと57キロ、これもね、はい、金量前走56キロですけど、はい、その2走前3走前に57キロで、金量クリアしてますから、はい、であまり体調にね、変化のないタイプ。ああ、すごいですね。うん、短距離馬だから別にそんな神経質だとかそういうふうにじゃなくて、はい、結構、はい、のんきな仕上がりやすいタイプなんで、結構じゃあタフな馬なんですか。そうですね。うん、今回は滞在ではなくて函館から輸送になるのかな、はい、それでも、まあ、その前の時はね、当日輸送をこなしてるわけですから、それもそんなに問題はないと思うんです。おー、それに先の馬の中では珍しく、はい、もう国分優作氏とコンビ組んでて、はい、彼この間多分あれ来ないパターンなんだけど、はい、あれでも来たっていうのは彼すごく自信持ってると思います。どういう形になってもこのメンバーじゃ負けない、はい、前回対戦した馬がいっぱいいるわけでしょ。はい、それは強みだと思います。あ、なるほど、うん、期待できそうですね。はい、ありがとうございます。続いて弱みを伺っていきたいんですが、こちらは第2部で詳しくお届けします。皆さん見逃せませんよ。それでは第2部で